コシゴ美は、日本の声楽家、オペラ歌手、音楽教育者、東京都出身、東京コンセルバトワール、ナオミ専門コース、音楽社会研究家及び、ィプロマコース終了、2期会、オペラスタジオ終了、終了時最優秀賞及び川崎静子賞受賞、文化庁オペラ研修所、第9期終了、文化庁芸術家在外派遣研修員として2年間、 イタリアにて研修。イタリアでは1996年、ドニゼッティ、愛の妙役アディーナ、1997年、ジョルダーノ、アンドレア・シェニエ・マッタレーナ以降、イタリア、オーストリアの各地で、リサイタル、コンサートに出演している。2機会オペラには1994年9月、ロンバーグ、学生王子王女マーガレットでデビュー。新国立劇場には、 1997年オープニング、記念オペラダン・イクマ、間、剣、タケル夏の、1999年、水野正隆、天使物語萩で出演。1998年に機械公演、モーツァルト、フィガロの結婚スザンナで注目を浴び、2002年は1月に機械、新国立劇場共催公演、サ草重明、中心グラアヤギで出演。 日韓文化交流公演をオペラ、高木東6、遥かタイトルロールでも絶賛された。以後、大きな当たり役となった、日記会オペラプッチーに、蝶々夫人タイトルロール、2004年1月に機会、新国立劇場共催公演、マミヤヨシフ、ナルカミグモのタイマ姫と次々と、大舞台の主役を務め、同年7月、宮本アモ演出に機会公演。 モーツァルト、ドン・ジョバンニで、新しいドンナ・エルビー・ラゾーを作り上げ、続く2006年、フィガロの結婚の伯爵夫人でも新境地を開く。国外の公演にも、頻繁に出演し、2005年夏、中米、コスタリカ国立公共楽団による、オペラ公演、蝶々夫人タイトルロールで招聘された。2007年は、レハール、メリー・ウィドウ、ハンナやオフェンバック、天国と、 地獄ユーリディスなどに主演。2009年2月、日本オペラ協会、天使物語主演。2010年新国立劇場にて、池部慎一郎世界初演、六名館白尺夫人調子。2011年、新国立劇場、ダニークマ、ユーズル2。2013年11月には、二世劇場にて、日本初演アリベルト、ライマン、リアリーガンにて出演と、 大舞台の主役を多く務める。2019年2月には、東京文化会館において、フランス国立乱歌劇場共同制作、東京に機械オペラマユズミとシロウ、金閣寺言語版で母役を務めている。コンサートでは、シューベルト、ミサ曲、第2番と町長、オルフ、カルミナ・ブラーナ、ペルゴレージ、スターバト・マーテル、ベルリ、レクイエム、フォーレ、レクイエム、ベ,ムベートーベン、 第9、ハイドン、ネルソン・ミサ、マーラー公共曲第4番等のソプラのソロを歌う。また、読売日本交響楽団、ブリテン、ピーター・グライムズ、東京交響楽団やナーチェク、リコーナ・メギツネの物語など、数々の舞台に出演。2006年11月、ベトナム国立交響楽団に招聘され、橋本国彦作品を紹介する。放送面でも、 NHK 総合、日本歌、絵巻、NHK ニューイヤーオペラコンサート、NHKFM、名曲リサイタル、テレビ朝日、題名のない音楽会21等、テレビやラジオに数多く出演している。また、自身の企画による、ジャズポピュラーのみのリサイタルを開催するなど、多彩な才能を発揮している。2008年10月、 キオイホールシリーズ、歌声楽家のアトリエ、第23回国民文化祭、茨城、小町百年の恋を小町役、同年11月民音主催で、映画音楽から、ミュージカルの名曲を歌う、腰越まみりサイタル、マイフェイバリットソング、2009年6月には2機会、ウィークインサントリーホール、字をかける歌声、服部勝久が送るに、ほんの歌の旅。 2012年4月イタリアオペラのアリアを歌う腰越エマミソプラノリサイタルラストラーダイ,にイタリア等、さらなる活躍を続けている2020年11月現在東邦学園大学教授2機械漢字4月1日から2022年3月31日 AB 腰越エマミ、タワーレコーズ2020年3月26日閲覧 abcdefgh プロフィール日記会212020年3月26日閲覧 abck o 義塾ワグネルソサイエティ男性合唱団第132回定期演奏会パンフレットハット abcd 教員プロフィール東方学園大学2020年11月21日閲覧 abcd 腰越まみ 昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月26日閲覧。腰声まみまみ腰声。河合音楽振興会。2020年3月26日閲覧。ゲネプロリポート。本日開幕。宮本アモ演出。東京に機械オペラ。金閣寺。東京に機械。2020年3月26日閲覧。ABCD。 主な研究業績、腰越まみ、東邦学園大学、2020年3月26日閲覧。声楽科団体、二機会とは、東京二機会、2020年3月26日閲覧。佐藤正宏、正則、加藤、合図オペラは良子。タワーアレコーズ、2020年5月6日閲覧。ありがとうございます。